ジミさんです。よろしくお願いいたします。今日はご自分の曲、はい、オリジナル曲を。そうですね、9月に入りましたので、うん、はい、バイオリンの音がとても素敵なんですね、うん、で、この曲を選ばせていただいたんですけれども、私が作詞しました。あ、そうですか。はい、タイトル何だったっけ。記憶の扉。記憶の扉。もう切ない女心を、はい、綴った曲なんですが。そういう才能があるんだ。いや、才能はないんですけど。才能なかったらしわかけません。そうですか、うん、ありがとうございます。それでは、うん、オリジナル曲ですね。はい、そうです。よろしくお願いいたします。記憶の扉、ジェミさんです。はい、時の片隅に閉じ込めていたのを、季節は景色を変えてゆくけれど、夢が映し出すあなたの横顔、記憶の扉もう一度開けて確かめたいから、会えば切なくてとても切なくて、そんな恋だけど寂しいと泣くの、風よ伝えてねえ、もう一度会わせて。心の隙間に木枯らしが吹いて、枯葉がすべてを埋めてゆくけれど、愛しいあなたの仕草忘れない、記憶の扉もう一度開けて飛び込みたいから、そっと抱きしめて、そして微笑んで、あなたの吐息を感じていたい、風よお願いねえ、もう一度酔わせて、風よ伝えてねえ、もう一度会わせて。光岡弘さんです。どうも、いつもお世話になってます。ありがとうございます。 YouTube ご覧になっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってます、はい、さあ今日は野郎船のカップリングの方の曲を。そうですね、うん、やっぱり温故知新じゃないんですけども、はい、古きを訪ねて新しき、うん、こう来年に向けてですね、はいはい、まあ、来年新しい作品を今計画していますのでね、はいはい、
ド演歌じゃなくてこうバラード調の作品でですね、まあ狩野源太先生のお弟子さんが作られたんですけど、森さんがね、なかなかいい詩の深い二つの恋に揺れ惑う、女の涙が辛いから俺は黙って旅に出るというような詩なんですけど、まあ本当ドラマのねなんか冬ソナじゃないですけど、なるほどなるほど、日本海側のこの羽越本線って実際あります、秋田から新潟までね走ってる線ですけど、その日本海側をずっと男一人で旅にもうね女性から離れて一人で電車に乗ってカモメを見ながら、ああ女性の顔が浮かんできて途中下車するんですよ。ここまで説明してもらったらもう絵は出てるね。やっぱり小林さん出ました。出ました。でそれでもって今から歌っていただく歌を聞いたら、もうそれはもうこの曲にゴーン、羽越本線、あ俺歌おうっていうことになりますよ。でね結構あの森幸雄さんもそのメロディーラインがすごくギターで優しく作ってるんで、女性の方にはあの歌っていただいてくれてますよね。そうですか、はい。それでは早速聞かせてください。はい、溝岡弘さんで羽越本線です。はい、冬のカモメがみぞれに濡れて、一駅過ぎてもついてくる。どこか別れたお前のようで、途中下車した港町、二つの恋に揺れ惑う女の涙が辛いから、俺は黙って旅に出る。潮風冷たい羽越本線、日本海返せなかった合鍵ひとつ、波間に捨てたら諦める。心が割りを恨んでみても、胸の痛みが増すばかり。明日は雪になるだろうか、海なり寂しい港に宿、まぶたの面影、俺を今夜も泣かせるよ。宮川春乃さんです。お気に、よろしくお願いいたします。お頼まします。今日はあのね、はい、オリジナル CD のサービストラックに入っている曲ということですが、はい、ボーナストラックですね、はい、あ、はい、そうか、ボーナストラックって言うんだ、はいね、はい、愛の歌のボーナストラックに入っております、赤とんぼという歌をね、これがまたね、はい、ねえ、ちょっと変わった感じで、ちょっと変わってますね、ちょっとジャズバージョンになっております、うん、はい、最初はピアノソロで、うん、後からお三味線が入るんです。三味線が入ってたっけ、はい、入ります。
はい、ちょっと変わった感じやなっていうのは。1番2番目はねピアノのソロで、あと3番目4番目はあのお三味線が入っております。はい、それでは、ね、宮川春乃さんでちょっと懐かしい気分になってください。赤トンボです。夕焼け小焼けの赤トンボ追われてみたのはいつの日か、山の畑の桑の実を木籠に積んだのはいつの日か。宮間賢治さんです。宮間賢治です。よろしくお願いします。新曲が、はい、出ました。いよいよ出ました。はい、はい、8月のね29日に全国発売になりました。出たてでございます。はい、ほやほやでございます。タイトルは、ね、タイトルは能登の火祭り。ちょっとね今までになかった曲なんでね、うん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 、本当によく言われます。宮間さん等身大の歌やな。うん、こういう歌が宮間さん求めてたんかってよく言われましたけど、ね、その通りなんですね。能登の祭りということは、はい、どっちか言ったらよいさよいさではないような気もするんだけど、そうどうなんですか。ね、掛け声がね各地いろいろあってね、うんうん、僕のこの能登の火祭りの掛け声としてはね、いやさかよっせさかよっせさかせっていう、あそういう、はい、本当にそういう風にやってはるわけね、はい、それが歌に入ってるわけ、入ってます。はい、ね、皆さん会場の皆さんからそういう掛け声がもらえるじゃないですか、ね、もうそれがやっぱりね掛け合いができて歌を歌えるっていうのは ね、もう本当に僕 の希望でもあったんですね。一体化するみたいなね、はい、一体化で、はい、それでは、はい、聞かせていただきましょう。能登の火祭り聞いてください。新曲です。回しを締めりゃ婦人雷神舞い降りる火の粉降りまく大
今つかこみ挑むキリコに暴れるみこし、いやさかよせさかよせさかせ、祭りの能登に光る汗。魂人よにかけて明日の両刃に意地を張る、罰を振り上げ力の限り波を寄せ坂寄せ、祭りの能登に燃え上がれ。シュガーさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はね、うん、伊藤忠さんの、はい、俺あかんねんの、そう、逆バージョンの歌を。そうなんですよ。あれはあの男性が女性にちょっとこう未練があるね感じの歌なんですけど、うんうん、今回のこの歌は女性が男性に未練があってもう一回やり直したいんだけど、うん、いかがでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうかと お伺いを立てるというね。はい、やっぱり男の方が未練たらしいって言うけど、いや逆の女性もありますよ、やっぱりあるもんね、それはね、あるある、それはね、あります、あります。私はないけど、うん、なんだそれ、なんだそれ、絶対ないっていう感じですけどね、はい、ないけど、はい、そういう気持ちで、はい、歌わせていただきたいと思います、ね、歌ってください、はい、ね、はい、タイトル何でしたっけ、はい、あんたやないと、あんたやないと、はい、シュガーちゃんです、どうぞどうぞ。に染まる夕日を見上げたらあんたのことを思い出す、二人で暮らした狭い部屋であんたの思い出、思い出ばかり、ばかりの繰り返し、信号で傷に別れたけれど目を閉じゃわんも捨てずに今も大事にしまっているのよ、夜中にふと目が覚めた時に布団をかぶって寝ているふりを、そこであんたに情けをかけたら今まで通りの繰り返しだと、
心鬼に別れたけれど、時が流れて思い出すのは、口にも出さずかばってくれたあんたの優しさも遠い日。うちやっぱりうちあんたいないとな、まだ一人やろ。いや今は一人やないで。今な新しい嫁はんと小さい店やけど二人で仲良頑張ってるんやで。悪いけどな、お前とは別れてもう5年や。今さら連絡してきたらあかんで。会うのは今日限りやで。お前とも付き合うて暮らしたけどもう終わったんや。そのうちお前に会うたええ男が見つかるやろ。お前のことは忘れへんで。お互いに幸せになったらええがな。もう戻れへん若さも時も、けど忘れへんあんたの優しさも。今ならあんたに何度あかんね、うちあんたやないと。もう一回やり直したかったんやけどな。もう無理言うたあかんで。そやな、うちも大阪の女や、幸せになるわ。相川純平さんです。よろしくお願いします。相川さんはまあ、いわゆる拳が切れたもう本当に演歌歌手なんですけれども、ういう、ね、はい、いろんなあれでしょ、先輩方の歌も歌ってるわけでしょ。そうですね、歌わせていただいてますけど ね、はい、北島三郎さんから鳥羽一郎さんからいろんな、ね、演歌、そうです ね、はい、今日は大川栄作さんの曲を歌ってくださるんですが、そうですね、これは今回はね、いろいろ私も民団の方、うん、韓国の方のステージとか行かせていただくんで、はいはい、そしてね、何回いっぱいあるもんね、韓国ね、うん、でも1曲は何か歌わなあかんなと思ってね、はいはいはい、でもハングルでは歌えませんので、はいはいはい、これをここによく出られる伊藤先輩に訳していただきまして、はいはいはい、そしてこの「雨の四鈍経」を歌うということになったんですけど、はい、なるほど、はい、この曲もねカラオケファンにね、はい、親しまれてよく歌われておりましたが、ね、それでは今日は相川純平さんの歌声で聴かせていただきます「雨の四鈍経」。よろしくお願いします。思い出ばかり傘を差し出す人もない、心変わりは辛いけど忘れられない肩の靴音追いかける、みろみろみろ雨が降る、
さ漏れぬ酒のグラス残り目に泣いたあの日の傷跡が酔えば切なく別れを責めるあなたに会いたいすがりたい魅了魅了魅了雨が降る北陽子さんです。北陽子です。よろしくお願いします。今日もオリジナル曲を歌っていただくんですが、これはあの今の曲の前に出された曲でしたっけ？あの本当はデビュー曲なんです。あ、そうですか、はいはいはい、それをまた新しく3枚目のシングルのカップリングにあの入れて、うんうん、はい、歌っております。この曲が私の原点になっている曲なんです。タイトルはあなたに贈る愛の歌って言ってあの歌手を目指した私自身のことを書いていただいた歌です、うん、あ、そういうことなんですね。それではじっくりと聞かせていただきましょう。あなたに贈る愛の歌です。あなたに会えて初めて知った、一人じゃ何にもできないことに思い悩んだ明日への道へ伊藤忠さんです。伊藤です。よろしくお願いします。前回も前々回も横文字の歌で、今日もそうなんですが、あの横文字の歌って妙ですよね。あのうまく歌うとね、伊藤さんでもええ男に見える。どういう意味？いや、歌って芸ってそういうとこあるじゃないですか。あ、そうかね。こうやって横で普通に見たら普通のおっさんやけど。おっさんですよ。英語で、ね、発音で歌ってたらめっちゃかっこよく見えるんですよね。本当ですか、うん、ありがとうございます。普通なんか褒められてるのかこなされてるのか分からない。普通のおっさんなんやけどね。まあ、そうですね、ええ、まあ、もうそれ何回も言わんでもいい。そうかそうか。それでは今日もかっこよく決めていただきたいと思います。はい、はい、それでは何でしたっけ。I'll be home。 あ、そうかそうかそうか。もう65年ぶりぐらいに歌うんです。あ、そうですか、はい、それでは65年ぶりの歌唱だそうです、はい、伊藤忠さんです。どうぞよろしくお願いします。I will
stroll along together. Once more our love will be free. At the corner of the drugstore, each Saturday we will meet. I walk you home in the moonlight. All of these things will remain. So darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind made up so long until I'll be home to start serving you. Oh, I'll be home, my darling. Please wait for me. I walk you home in the moonlight. Once more, our love will be free. Darling, as I write this letter, it's hoping you're thinking of me. My mind's made up so long until I be home to start serving you. I be home, my darling. Please wait for me. I walk you home in the moonlight. Once more, our love will be.渡辺かなめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう全国のカラオケファンの方がかなりたくさん歌っておられるということで、ランキングもだいぶ上に行っているというかなめさんのオリジナル、母は今でも心の港、これを今日はちょっと歌っていただこうということで。 ありがとうございます。これはスタッフ全員もリクエストでもあります。あ、うちうちから、はい、恐れ入ります。ありがとうございます。はい、これね、あの全国のカラオケランキング、うん、まあ、歌われてる曲で第 4位なんです。すごいな。だからね、本当にやっぱりあの僕もあの本当の母との関係の歌をあの話をね、作詞家の先生と電話で長い間3日目4日もあの話して、で話した通り本当に僕と母のあのなり合いを、うん、そのまま歌にしてくださったから、レコーディングはちょっと涙が出て歌えなかったですね。はい、優先で聞くとね、うん、有線で聞いてるのに声にね、うん、なんかそういう哀愁みたいなのが感じられますよ。僕は客観的に一あの歌手ファンとしてね、はい、有線でかなめさんの母はが流れてくると、うん、やはりそういうところが皆さんの心を掴んでるんじゃないですかね。いや、それでは、はい、聞かせていただきます。はい、渡辺かなめさんで母は今でも心の港。彼の言葉そっと優しく微笑みながら
故郷に眠る母、遠い思い出、心のおふくろだよりよむたび身にしみまぶたをぬらす無事噛みしめたけ瀬戸の海なり瀬戸の海なり母の声俺を見守る心いかがでしたか。楽しんでいただきましたでしょうか。ここでお知らせがございます。この日本カラオケ街歩きの名物コーナーが復活いたします。カラオケ突撃隊、あなたのお店に突撃して、この放送の中でね、あなたのお店紹介できますよ。詳しくはこちらまでお問い合わせください。お申し込み待ってます。それではまた。